東郷実る。三尺近い長身で、温厚特実。植民地政策の著書多数東郷海11月12日から1959年7月31日は、明治から昭和にかけての日本の農学者、植民政策学者、政治家、鹿児島県出身、千葉工業大学所代理事長、鹿児島県宝部町の氏族の家に生まれ、9歳で、実母を亡くす。 地元の小学校を卒業後、明治27年に13歳で、勉学のために上京。麻布北、新門前町の新類宅に寄宿し、東京府立第一中学校を経て、明治32年に札幌農学校に入学、植民政策を専攻して、明治38年に卒業。翌年卒論を、日本植民論として刊行。二戸部の紹介で同年唱課長。 食卓食産係長として台湾に渡り、明治40年に台湾総督府の食産局の欧将化に義師として入る。明治42年に総督府よりドイツ留学の命を受け、ベルリン大学に留学。2年の留学後英米各地を視察して帰国。明治45年に台湾総督府に戻り、総督官房調査課長まで登った。大正8年に、 農学博士号を取得。1924年の第15回衆議院議員総選挙に当時の鹿児島7区から声優本党の公認候補として立候補して初当選、以後通算発揮当選を果たし、農政通りとして党内で重きをなす一方、東京商科大学、日本大学、拓殖大学、東洋大学などの講師を務めた。総選挙に初当選して間もなく、 正友本島を離党して、立憲政友会に入党し、犬会内閣の定身参与官、斉藤内閣の文部政務次官、政友会政務調査会長を歴任、政友会の分裂後は革新派に属して、幹事長を務めた。戦時中に翼三政治会第二次会長、第二本政治会政務調査会長を務めたことから、戦後は第二本政治会の後ろ身である。 日本新歩党の決闘に参加したものの、他の新歩党所属議員の大半と共に、公職追放となる。追放解除後、自由党公認で、第25回衆議院議員総選挙に出馬して、当選を果たすも、翌1953年の若野郎解散を機に、政界から引退した。東郷家の演奏は、東郷氏の東郷を実るへとされ、薩摩東郷氏には、宮銃を使った名が多い。 父親は、鹿児島県氏族、東郷寂彦で、西南の役に従軍し、明治32年に、宝部町長長を務め、国土線の宝部への延伸に尽力した。長女、いつの夫は、麻生多吉の孫の麻生宇吉しが、ありがとうございます。